ピルクルメ。今夜はクリスマスイブ。雪は明日の朝まで降る。あ、ちっちゃくね、ちょっと。ニューヨークではホワイトクリスマスが見られそうです。ホリデーシーズンに入り、いつもはビジネスマンであふれるこの街も普段とは違う様子を見せています。この冬は心配された寒波の到来。どうしたの？お家に帰りたい？イルミネーションに色。地震や52番街で災害発生。現在2人を搬送中。こちら本部、現在地を調べる。エーデンかよ。ムービーだからね、映像綺麗でしょ。嘘だろ。逃げろ。911？ え、ちょ、いきなりクライマックス。11時3分。字幕は残念だな。 PSP 画質だな。マンハッタン各地に出現した物体についてニューヨーク市警では現在調査中としています。新型兵器による地面から入るように多数の物体が出現しています。マンハッタン上空から中継の映像です。道路は寸断され、ビルが倒壊した現場では、てかクライマックスすぎるんだけど、あっちも救出は難航しています。市民は避難を続けていますが、あれ水戸もんがリアンないんじゃない？違うんでしょ。海の今来ていらっしゃい。つかハードね、マジ絶対詰むって。ノーマルで友達ヤバいって言ってたかな。友達2日前フラゲ組なんですよ。ノーマルでヤバいって言ってた。詰んだら帰るに決まってんだろ。捜査班より報告。現在マンハッタン当直下における地殻変動は確認できる。本部より通達、以降対象をバベルと呼称する。あ、最初から帰れないのこれ、マジで。なんだこれ。うわっ、いちごジャムか。ならしょうがない。あやぶれ。あ、かっこいいな。よく見ておくんだな。敵を知れば恐怖は和らぐ。決して分かり合えはしないが。主任、任務は。あやぶれや、17歳です。主軍と合流後、ビッグオーブ撃滅に当たってもらう。了解しました。戦場に娘を送り出す気分か。バベルの心臓を見て帰ってきたやつはまだいないってのに。かっけえな。ま、ノウハウは叩き込んだから、あとは特訓の成果だな。娘なんていましたっけ？お前には紹介しない。この座ってるやつさ、誰かに似てるんですよね、芸能人の。お仕事。誰だっけな。コードの書き換えなら僕にもできるけど、過去を書き換えられるのはこの人誰かに似てるんだよね。僕らのために一丁決めてよ。あの花壇見てた人、誰だろうな。作戦前だ。余計なプレッシャーをかけるな。アヤの声は坂本真綾。心が殺されれば肉体には戻れない。それは事実上の死だ。一瞬でも気を緩めれば死に捕まる。いや、松潤じゃない。潜るのは素人さん一人か。なぜ？やべ、操作忘れたな。僕らの全てがかかってる。申請し放題、研究費も、世界の救済も、すべてね。あ、なんか。
行きます。かわいい。さすが17歳。あ、そう、みんなね、声が若いって言うんだよね。でもミトコンドリアの力で結局20代保ってるんでしょ、体は。きたー。あ、でもミトコンドリア出てこねえんだよね、今回。